埼玉アギオメディックスの富田直人です。今回いろいろありましたけれども、選手スタッフの皆さんがただ前を向いて頑張っている姿を見て、自分も頑張ろうと思いました。しもさん、お酒の飲み過ぎには気をつけてください。草、豆の食べ過ぎには気をつけてください。ゆうまさん、梅干しの食べ過ぎには気をつけてください。最後にのぞみ、気をつけてください。バモス東京じゃなくて、ネバーギブアップ東京 TD。 こんにちは、私はミラン・ペプチです。背番号6番、日本語ちょっとしゃべる。Now for the English part. My name is Milan Pepic. This year I'm playing for Anorthosis Famagusta in Cyprus. But as all of you know, I used to spend two wonderful seasons in FC Tokyo volleyball team. I heard there is a lot of troubles with the team, and they are fighting to survive. They are fighting to exist for the future. And I just wanted to give my support via this video message, and I hope everything will work out fine. I know there's a lot of people who cares deeply about the club, and I wish, because of all my ex-teammates and the guys who are playing right now, the staff, the coaching staff, people from the office, that some solution will be found and the Tokyo will continue to exist. Tokyo, never give up. Gambare! Mamunaku, Ichiban Sen ni, Kakueki Teisha, Hashimoto Yuki desu. Julio Hensei o machi kudasai. Mamunaku.Sumiyoshi desu. Hello everyone, it's me, Pecky. I'm currently playing at Al Ain Club in United Arab Emirates. I would like to share this short message with you and say how honored and grateful I am that I played for FC Tokyo for two seasons. Everybody from organization to team, everybody was so kind to me, and that's something that I really appreciated and that I will never forget. Sadly, I heard the newsand the situation about next year, but as life goes on, so must we. So FC Tokyo, vamos, never give up. Sayonara, gambatte. 堺ブレイザーズ所属の迫田浩司です。 Never give up 東京。サフィルバ北海道の小森郁美です。 FC 東京がなくなるのはとても残念ですが、最後まで諦めずに頑張ってください。 Never give up 東京。皆さんこんにちは、鈴木健太です。今回、FC 東京バレーボールチームが、残念な理由ですけど廃部になってしまうということをお聞きして、自分も、非常にちょっと、悲しい思いはありますが、選手たちはそれでもやっぱ前を向いて、頑張っていっている姿っていうのを、会場とかで直接見ることはできてないんですけど、SNS だったりそういった日々の発信で、見たりとかして、自分の方も刺激を受けたら、今は全然違うことやってるんですけど、頑張っていこうっていう励みになったりしています。それぐらいやっぱりスポーツの、力っていうのは、いろんな人たちにパワーを与えたり勇気を与えたり、元気づけたりっていうなんか不思議な力を持ってると思うので、ぜひこの東京で一つしかないこの FC 東京バレーボールチームっていうものを皆さん忘れないでいただいて、このチームがまた形を変えて、新しく生まれ変わることを祈って、今後もまた応援を続けていっていただけたらなと思います。私もぜひ応援を今後も続けさせていただければと思いますので、皆さんでなんとかこういった状況を乗り越えて、一緒に力を合わせてやっていきましょう。よろしくお願いいたします。 Never give up 東京。井上仁です。バレーボールの力を信じて最後まで頑張ってください。 Never give up 東京。パワー。元通訳川崎久美子です。私はみんなと出会ってからバレーボールの楽しさを知ることができました。今では毎週みんなの試合を応援することがとっても楽しいです。ありがとうございます。これからも
一球一球大切にみんなにはバレーボールを楽しんでいってほしいと思いますし、私も一球一球全力でこれからも応援し続けたいと思います。 Never Give Up 東京。 FC 東京バレーボール部元トレーナー辻直之です。持ち前の明るさと粘り強さで最後まで諦めず頑張ってください。 Never Give Up 東京。 VC 長野トライです。トレーナーの前澤由紀です。FC 東京の皆さん、トレーナーの矢上さんをはじめ皆さんには大変お世話になりました。私にとって大切なチームの一つです。来シーズンも同じ舞台で戦えることを楽しみにしています。 Never Give Up 東京。墨田区総合体育館にご来場の皆様こんにちは。 PFA ブルーキャッツ監督の坂本です。今日が墨田区の最後のホームゲームということを聞いて、とても寂しい気持ちでいっぱいです。2011年に初めて、そこの墨田区でホームゲームを開催して、今日で何試合目だったのでしょうか。いろんな思い出があります。 FC 東京バレーボールチームは普及活動もたくさん行っています。今会場にたくさんの小中学生も来てくれていると思いますけれども、また普及活動で出会ったママさん、もしかすると審判や大会役員の中にもバレー教室に参加してくれた人たちがいるかもしれません。バレーボールが好きで見に来たら FC 東京のファンになってくれた方もいるでしょう。その会場にいる全ての人々をつないでくれたのが、試合前にみんなで歌ってくれるゆるネバなんだと思います。チームがどんな時でも声を出し続けてくれたコアサポの皆様、本当にありがとうございます。この T シャツは未だに大事に持ってます。試合開始を告げるのは審判のホイッスルではなく、青と赤に色を取られた体育館、掲げられたマフラーが、試合開始の合図だったなって今思うとそう感じています。コートから見上げると青と赤に色を取られた一体感のある会場、それがやっぱりチームに、私に、選手に勇気を、たくさん与えてくれたと思います。本当に感謝しかありません。 FC 東京バレーボールチームという名称はなくなるかもしれませんが、その中身とそれをつないでくれている人々はずっと変わらないと信じています。 Never Give Up 東京。